香川県小豆島、馬木屋安田の馬の一帯は醤油の里と呼ばれ、17軒の醤油蔵が軒を連ねています。原材料にこだわった醤油作りを手掛ける山下さんを取材しました。実際原料のそのものから来る味、そのあたりはやっぱりまず最初のその美味しさの部分のこのハードルが、まあ高いか低いかいう部分にもなるんじゃないかなと。醤油作りは生菊、発酵熟成、圧搾、火入れろ過、瓶詰め出荷という順で行います。それでは各工程を見ていきましょう。生菊は醤油の元となる麹を作る工程で3、4日かけて行います。まずは小麦を煎って砕きます。乾燥大豆は一晩水につけて戻しておきます。翌朝、NK 管という機械で大豆を蒸します。種麹は麹菌のもと、砕いた小麦と混ぜ、蒸し上がった大豆に付着させます。麹室で約45時間麹を寝かせて麹菌を育てます。室の中は 100% に近い湿気で40度以下の温度に保たれています。麹菌が育つと自らの熱で死んでしまうので、時折手入れという作業をして空気を送ります。約45時間が経ち、黄色い菌糸が伸びてモフモフになったら麹の完成です。出来上がった麹は塩水とともに木桶に仕込まれます。これをもろみと言います。空気を送り、麹と塩水をなじませます。冬から春にかけてもろみを仕込み、初夏になると発酵が始まります。もろみを攪拌する貝入れという作業です。空気を送ることで活発に活動する菌もいるため、1年を通じて定期的に行われています。およそ1年、長いものでは2年かけて発酵熟成させたもろみをナイロン製の炉布に包んで絞ります。圧搾は3日間、初日は自重で自然に垂れた醤油を、2日目からは圧搾機にかけてゆっくり絞ります。絞りかすはボイラー燃料や家畜の飼料として再活用されます。火入れの工程では80度に熱したプレートヒーターを醤油が2秒で通過して、殺菌のほか香りや色の調整を行います。火入れ後は2、3日タンクで寝かされ、火入れでできた檻という沈殿物をろ過して取り除きます。
いよいよ醤油の完成です。瓶詰めされて鍋を貼り、段ボールに詰めて出荷され、お店に並びます。